ビツーは、ディーター・ラムスがデザインを手掛けるイギリスの家具会社。早くも1960年代から高いデザイン性と、機能性を合わせ持つ家具を販売しており、今日に至るまでの名声を博している。ラムスの同僚の夫が、ニールス・ビツーをラムスに紹介する。1959年、彼らは、ビツーチャップと称する会社を設立し、ラムスがデザインした家具の製造を始める。 この時ラムスはブラウン社のために働いていたが、アーウィンとブラウン社はこの副業を許可する。1969年、オットーの大社を機に社名をビツーと改名する。1995年まで本社と工場はすべて英国内で営業されている。ビッツォ606ビツーの主力商品は、1960年にラムスがデザインした606ユニバーサル。 シェルビングシステムである。これは個人の需要、またその変化に合わせて拡張、調整できるモジュラー式のシステムである。ニューヨーク近代美術館のコレクションにも加えられている。ビッツォ620チェアープログラム620。チェアープログラムは1962年にラムスがデザインした持ち主によって背もたれをローバックもしくはハイバックに組み替えることのできる椅子である。 620チェアプログラムの足は取り外すこともでき、足、キャスター、回転台を個人の利用目的に合わせて選ぶことができる。肘掛けも取り外すことができるばかりか、追加の椅子をつなげることで好きな長さのソファを作ることができる。レザーカバーはすべて取り外し、交換可能となっている。620チェアプログラムは1966年にローゼンタールスタジオ賞を受賞し、 続いて1969年にウィーンで開催された国際家具展覧会でも金賞を勝ち取った。また、1970年からビクトリアアルバート博物館のコレクションに加えられている。ありがとうございます。